エラトシヒコは、日本の男性プロボクサーユーチューバー、会社経営者福岡県北九州市出身。第35代大国フライ級、第25代大国スーパーフライ級チャンピオン、アジアボクシング連盟スーパーフライ級チャンピオンである。1990年映画、どついたる年に感銘を受けボクシングを始める。1992年北九州のジム、小倉高橋ジムに入門。 1993年陽光和立ジムに入門。1994年5月 C 級プロテスト合格。練習する拠点は大阪の陽光和立ジム。所属は小倉高橋ジムでの契約であった。1994年9月17日、打算学戦でデビュー。1ラウンド59秒後勝ち1995年9月2日、後の世界3位。 日本王者王座を7度防衛するショークまさか悟ると対戦。1から2の判定で敗北1996年1月7日の試合3日前に左半身が麻痺状態に、当日は痛み止めを注射した上で試合を決行。三原正幸を3から0の判定にて勝利するも、試合後に重度の座骨神経痛とヘルニアを併発、痛み止めとコルセットなしでは、 歩行困難な状態になり引退。2年のリバビリの後、現役復帰を志し自力で歩行はできるまで、回復も、医師の許可が出ず復帰断念2013年、日本のライセンスの定年である38歳になり、ライセンス執行とともに、体が走れるまで回復し、練習を再開。2013年12月22日対1位、WBC アジアタイトルマッチに3度、 オペブフ王座に一度挑むルークラックキャットマンミート、エキシビション戦にて復帰戦を行う。2015年4月29日、プロボクシング12勝8個2敗のナムタイ・ソウタナ長と、MMA 特別ルールにより対戦。3ラウンド小勝ちを収める。メジャー4団体を制覇した、高山勝成のスパーリングパートナーを務める。2015年9月2度世界王座を獲得した、イーグルデン。 ジュンラパンと公式プロボクシングルールにて対戦。3ラウンド負傷判定にて敗北。2016年大国にて、ライセンス獲得2016年12月11日、タナトーオンルンシタイサラコーオンセにより、B 級の6回戦で、大国にて、プロ復帰。1ラウンド湖勝ち2016年9月復帰3戦目に、自身初の A 級となる8回戦を、大国で、 ファンタルーク・ジャオメイと戦い1ラウンドコ勝ち2017年12月、ABF アジアタイトルをかけて、後の WBC 世界ユース決定戦に出場する、ペッチャブン・シサイトーンと対戦。5ラウンドコ負け2018年6月3日ナッチャノン、ケムガーノン戦にて復帰。1ラウンドコにて、勝利2018年9月1日、大国フライ機王座決定戦を予測オントライロスと、対戦。 4ラウンド小勝ちを飾り、第35代大国フライ級チャンピオンとなる同年、大国ボクシングコミッションにて名誉選手、オノラリーボクサーの称号を与えられる。日本国内外を通して、ナショナルタイトル獲得王者としては、日本最年長の記録である2018年11月11日、外戦試合として、大阪の上等区民センターで当時インドネシア1位の、 ジャック・アミサと8回戦を行い3から0の判定にて勝ち2019年4月11日対バンコクに ABF スーパーフライ級第25代大国スーパーフライ級王座の2冠をかけてペッチナムチャイ・ソークラウォンと対戦4ラウンド後にて勝利日本人初となる海外ナショナルタイトル2階級制覇と共に最年長記録を更新2019年4月13日 アベマ TV 解説3周年記念企画、ナスカは天心に、ボクシングで勝ったら1000万円の挑戦者、選定オーディションに参加。2019年6月22日プロキックボクシング65キロ級チャンピオンの須藤力也と総合格闘技で対戦。勝利し、ミクスチャ王座になる。2019年6月30日大阪で、インドネシア2位のジャック・アミサと新設された団体の、 アジアタイトルをかけて再戦。2ラウンドに3度のダウンを奪い勝利、WBK アジアチャンピオンになる。2019年11月16日インドネシアで、元インドネシアフライ級チャンピオンスリス・バレラと、インドネシア王座をかけ、対戦10ラウンド戦い王座獲得2020年2月22日、インドネシアで、 ディオンローテとフライ級タイトルマッチを行い、1ラウンドコにて、勝利2020年7月18日、朝倉未来、大塚佐、那須川天心、と対決したナグラレア、殴られや賢治と、対戦2020年12月27日を大阪で、エラトシヒコに勝ったら1000万を開催。6人の格闘技経験者からなるサラリーマン、ホスト代表、ユーチューバー、女子格闘家、西成区代表、 親父ファイト代表者と対戦。女子格闘家は、めぐみ両のみディフェンスのみ、ルール、一人三ラウンドで四人を、子、二人フルラウンド戦い千万を守る。1975年北九州市戸畑区に生まれる。最盛期には、年商50億以上あり、創立60年以上の建設会社の社長の、長男であった。トネリ親王の子孫。 平安時代からなる清原氏の流れを組む恵良家の末裔である。祖先には清少納言がいる北九州市立高生中学校を卒業、私立高齢高校を卒業、高校時には生徒会副会長を務めていた。18歳の時はボクシングのチャンピオンと共に学校の教師も目指していた。 18歳児に飼っていた猫が、事故に愛動物病院に連れて行くも所持金がないことで、数件断られるが最後に行った、動物病院に頼み込みさえを受諾。昼は、串カツの仕込みのアルバイトやっていたが、プロボクサーであるために夜中からしか働けず、また短期で稼ぐため一番やりたくなかった、職業ホストをやり始める。猫の医療費を稼ぐ目的だったことが、お客共感され3ヶ月で、 ナンバー1になる。19歳の時に、関西を拠点にホストグループのワングループの始発店舗、夜間飛行、オープン。現在は、全国で、講演活動をしている、井上慶一が店長を務めていた。1999年から2001にわたり、西成区愛林地区や南にいるホームレスに、独自の支援活動をしていたが、店に労働者やホームレスが、 お金やお酒を求めに来るようになり、活動を停止。2003年、慶應義塾大学に入学。2005年、ブライダル事業や、飲食事業を始める2008年、東京中野サンプラザにて講演する。2010年に主に、ナイトレジャー産業を営む店舗に声をかけて、大阪府公安委員長の支援の下で、大阪飲食健全共同組合を設立。初代、 三代目の理事長を務めている。2011年社会人講師として、大阪市の西区、生野区の公立小学校の講師を務める。大阪を拠点にしている草野球チームのキャプテンであり、ポジションは主にピッチャーである。チームには、元ソフトバンクホークスの田上秀則選手がいた。ザウの名は、俊彦エラ W15 高10リットル2体、フライウェイトチャンピオン。 タイスーパーフライェートチャンピオン、ABF スーパーフライェートチャンピオン、WBK アジアフライェートチャンピオンデビュー1994年9月17日、ボックスレックグローバル ID782994。ありがとうございます。